日本徳島県徳島市、新蔵町。新蔵町は徳島県徳島市の町名。現行行政地名は新倉町1丁目から新倉町3丁目。2009年12月現在の徳島市の調査による人口は772人、世帯数は402世帯。郵便番号は郵便番号7700855。 吉野川の分流である新町川と助人川に挟まれた氷炭島内に位置し、内町地区に属している。東に助人川が流れ、西に国道55号が通っている。町内は徳島市消防局や徳島合同庁舎などの公共施設がある。徳島藩所大藩主、八塚至タルが新たに大阪の陣で活用された。 淡路国からの年貢前を収める米蔵を現在の徳島地方裁判所の地に建てたことから新三倉、新三倉町と呼ばれた。語は主君の所持するものという意味で付けられていたが、いつしか語が取れ新倉町となった。江戸時代は重心の屋敷が並ぶ武家地だった。1997年から1998年に渡って、 徳島保健所改築事業によって調査が開始された。新造町は徳島城下の重心層の屋敷が並ぶ地域で、当該地区は西尾や滝川や岩田やらの屋敷地と想定される。徳島市中心部で初めて平安時代の土器が出土した。陶器湾や天目茶湾、木下渡るの国印の施された京焼風飛前系陶器湾、小杉湾、境すり鉢、 瀬戸美の系統時期、在地の大谷や木頭を受け皿、とっくりなどが出土された。ありがとうございます。